マサチューセッツ第54連隊が突撃した奇跡戦いの様子を描いた絵画、古き旗は地につかない第2次ワグナー砦の戦いは南北戦争3年目の1863年7月18日サウスカロライナ州チャールストン近くで行われた戦闘である。北軍のクイーンシーエーギルモア巡将が指揮する部隊が南軍のワグナー砦を襲撃したが失敗した。 ワグナートリでは、チャールストン港の南、モリス島にあった。この戦闘は、第一次、ワグナートリでの戦いから一週間後に起こった。ワグナートリで南軍による別名ワグナー砲台は、チャールストン港へ、南から接近する航路を支配していた。この砦の守備隊を指揮していたのが、南軍のウィリアム B ・イタリア・フェロン将だった。北軍は一週間前の7月11日に一回目の、 砦襲撃を行ったが、砲撃とマスケット銃撃によって、多くの損失をこむり撃退された。クイーン CA ギルモア巡将は、襲撃を再度行おうと考えたが、その前の7月16日にグリムボールズランディングの戦いで、南軍の注意をそらさせようとした。ギルモアは砦への砲撃も命じた。ワグナートリ出は大変狭い島の上にあったので、 北軍が砦に襲撃をかけるとしても一時に五連隊しか攻撃をかけられなかった。砦の前の地面は幅60ヤードの帯状の浜に限られ、島の東は海洋、西はヴィンセントクリークから始まる湿地だった。北軍はこの狭い攻撃面を回り込み、ワグナウ砦南面のヴィンセントクリークから海まで広がる幅250ヤードの陸地にいた。砦の周りには、 酒もぎとして、先を尖らせたパルメットや資材をリベットとめした浅い堀があり、海側の堀は、水面下に犬釘をつけた板が付けられていた。7月18日夜の時点での砦での武装は、10インチ、海岸迫撃砲1門、32ポンドカロネード砲2門、8インチ、閉社砲2門、32ポンド榴弾砲2門、42ポンドカロネード砲1門があり、 陸面には8インチ海岸迫撃砲1門があった。サウスカロライナ第一砲兵隊へ中隊も、ワグナー砦り南面の外側、ビンセントクリーク棒に2門の大砲を保持しており、縦車ができるようにしていた。ワグナー砦の海洋に面した面は32ポンドカロネード砲1門、10インチ、コロンビアード砲1門、12ポンド榴弾砲2門があった。 ワグナー砦の守備隊は、サウスカロライナ第1砲兵隊、チャールストン大隊、ノースカロライナ第31連隊、ノースカロライナ第51連隊で構成されていた。7月18日、ギルモアはその工場砲と迫撃砲に、砦への砲撃を始めるよう命じ、さらに砦から300ヤードまで引いてこられた6隻のモニター艦からの艦砲射撃も加えた。 その砲撃は8時間続いたが、砦の射出の壁に対してほとんど効果がなかった。その全体で8名を戦死させ、さらに20名を負傷させたに止まった。守備隊は対比号の元に入っていた。マサチューセッツ第54連隊は、ロバート・グールド将大佐が指揮するアフリカ系アメリカ人兵士で構成された、不評連隊だった。この連隊が夕暮れ時に攻撃をかけた。 その背後には9個連隊で構成される2個旅団に支援されていた。最初の旅団は、ジョージクロケットストロング将軍が指揮し、マサチューセッツ第54連隊、コネチカット第6連隊、ニューヨーク第48連隊、ニューハンプシャー第3連隊、ペンシルベニア第76連隊、メイン第9連隊で構成されていた。第2の旅団は、ニューハンプシャー第7連隊のハルリマ、 スティーブンソン将軍の下の第3の旅団が予備隊であり、トルーマン・シーモア将軍が現場式に当たったが、戦闘には参加しなかった。午後7時45分に始まった突撃は3手に分かれて行われた。マサチューセッツ第54連隊がワグナー砦の壁に対して西から攻撃し、ストロング旅団の残りとパットナム旅団が南面の海に向かった突出部を攻撃した。 突撃開始に合わせて砲撃が止んだ時、サウスカロライナ第1砲兵隊、チャールストン大隊、ノースカロライナ第51不評連隊の兵士は、それぞれの配置に着いたが、ノースカロライナ第31連隊は、対比号のもとに止まり、配置場所である南東領方の守備につかなかった。このノースカロライナ第31連隊は、ロアの北東の戦いで全員捕虜となってその後の、 捕虜交換でで解放された部隊であるマサチューセッツ第54連隊が取り出から約150ヤードまで迫った時、守備隊が大砲と消火器による攻撃を開始し、その隊列を崩した。ノースカロライナ第51不評連隊が直接銃撃し、チャールストン大隊は左手から銃撃した。マサチューセッツ第54連隊は強壁まで取り付くことができたが、 白兵戦を含む激しい戦闘の後で交代を強いられた。北軍のコネチカット第6連隊は、ノースカロライナ第31連隊が配置について、おらず最も守りが薄くなっている、南東両方への突撃を続けた。これに対して、タリアフェロ巡将は直ちに、いくらかの兵をまとめて、南東両方の守備につかせ、ノースカロライナ第51不評連隊と、 チャールストン大隊も突撃してくる北軍領に対して斜めから銃撃を加えた。そうした状況の中、まずコネチカット第6連隊が、それに続いてニューヨーク第48連隊も両方斜面への到達に成功する。しかしその後、守備側の榴弾砲3門が突撃する部隊の側面に玉刀を打ち込み始めたため、ストロング旅団の残り部隊は、 両方斜面まで到達することはできなかった。北軍のパットナム大佐がすぐに、配下の旅団を送り込んだものの、オハイオー第62連隊と、同第67連隊の100名、内市200名のみが両方にたどり着いただけだった。一方、北軍の攻撃に対して南軍は2度反撃を、試み、いずれも突撃を率いた士官が打ち倒されて、退却していたが、 北軍の突撃が、スティーブンソン将軍からの援軍を得られないまま、粉砕され続けている間、南軍のタリアフェロ巡将の部隊は、ジョンソン・ハーグッド巡将が島に送り込んだ、ジョージア第32不評連隊によって増強される。この新たに加わった部隊が両方に残存していた、北軍兵を相当し、殺害、または捕虜とした。チミドロの戦いは午後10時までに、 大きな損失とともに集結した。ジョージ・クロケット・ストロング将軍は部下の兵士の再集結を図るさなかに武道団を代替部に受け、これが致命傷となった。ハルディマンド・エス・パットナム大佐は撤退の命令を出している時に砦の突出部において頭を撃たれて戦死した。コネチカット第6連隊のジョン・ライマン・チャット・フィールド大佐は致命傷を負った。 マサチューセッツ第54連隊のロバート・グールド小隊佐は、この戦闘初期に、強壁の上で戦死した。南軍のいくつかの報告書によれば、将の体は7度銃弾が貫通しており、致命傷になったのは胸に受けたライフル銃弾だった。7月18日のこの戦闘全体で、北軍は戦死、負傷、捕虜合わせて1515 15名の損失を、 7月19日朝のワグナー砦の指揮官、ハーン・グッド将軍は PGT ボーリガード将軍に宛てた報告書でワグナー砦の前の集団簿に800名の遺骸を埋めたと述べていた。戦闘後に残っていたマサチューセッツ第54連隊の兵士は315名に過ぎなかった。小大佐やラッセル隊員、シンプキンス隊員を含めて30名が戦死し、単一の墓に合葬された。 負傷が元で後に24名が死に、15名が捕虜になっていた。戦闘後に報告された52名の行方不明者は、その後発見されることはなかった。マサチューセッツ第54連隊の兵士は、その勇敢さを称賛された。マサチューセッツ第54連隊に入っていた、アフリカ系アメリカ人軍曹ウィリアム・カーニーは、その日に連隊機を取り戻し、 北軍の前線まで持ち帰ったことで名誉勲章を得た最初の黒人となった。彼らの行動は兵士としてのアフリカ系アメリカ人の評価を改善したので北軍は大いにアフリカ系アメリカ人を徴兵するところとなり北軍の数的優位をさらに増した。この戦闘での南軍の損失は戦死、負傷、捕虜合わせて174名だった。北軍の突撃が終わった後すぐに 砦は、ジョンソン・ハーグッド准将の旅団によって強化された。ワグナー砦の守備隊は、夜の間に変えられ、ハーグッド将軍が指揮を引き継いだ。その後は、ローレンスへ向かいと大佐が引き継ぎ、9月7日に砦を放棄するまで指揮していた。ハーグッド将軍は、脱退戦争の美暴録と題する本を書き、北軍からの絶え間ない砲撃が、7月18日の、 突撃後に埋葬された北軍兵の非常に多くの死体を掘り返したので、周辺の空気には吐き気を催す死臭が蔓延し、鳥の中にいられないほどになったと述べている。砲撃が常時加えられたことで、包囲戦の間に殺された南軍兵はワグナー鳥の壁の中で埋葬せざるを得ず、その遺体も常に掘り返された。突撃の失敗を受け、北軍は後兵によって、 砦を行為することとした。南軍は砲撃に60日間抵抗した後、1863年9月7日に砦を放棄した。絶え間ない砲撃によって損害が出ていたことや補給が不足していたこと、北軍の包囲用残豪が砦に近接しつつあったことから、それ以上は持ちこたえられないと考えた結果だった。1989年の映画グローリーの クライマックスシーンは、このワグナー取りの戦いを扱ったものだった。トリップに当兵を演じたデンゼル・ワシントンが、アカデミー助演団優勝、ゴールデングローブ賞助演団優勝を受賞した。ありがとうございます。